どうも皆さん、メイヤです。どうも、メチです。どうも、アンソニーです。はい、今日もブロストやっていきましょう。やっていきましょう。今日はエメラルドハント冷たい洞窟でダイナマイクをね、うん、ちょっと紹介できたらなと。いいんじゃないですか。まあ、正直言います、ダイナマイク僕そんなにやってません。なるほど。なので、どんな強さがあるかとかは正直そこまで伝えられるかわかんないんだけど、はいはい、じゃあ行こう。まあね、右へ任せろ。はい、アンソニーは右で、僕が L 字の方を取るんで行かなくていいわ。嫌だ。梅は左側のなんかその草むらに入るやつをやってくれる。ちょっと入っちゃっていいよ。うん、アンソニーが取るよりポコが取った方がいいんだよな。ダイナマイクはどういうキャラですか？ダイナマイクはもうこの爆弾、結構威力が高い爆弾で、はい、しっかり取りつつだね。まあバーリーみたいなその投擲キャラってね。そうそうそう。バーリーで相手持ち主が。はい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 。クメがそんな入ってればもう勝ちはもうもらってんの。へへへへ、バーリー待て。へへへ、さあいいよ。ああやばい、怖いです。それはクメ一回行こう。オッケー。クメがやっぱ取っとけば大丈夫、ね、大丈夫大丈夫。さあみんな行け。ウルトボム、これが強い。これが強いね。ノックバックあんだね。そうそうそう、ノックバックあるんよ。手前に来たけど。こい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 。あかん、それやばい。海が当たると俺に、俺が不死に。まあこういう感じで、爆弾をね、先読みして投げて相手に攻撃を与えるっていう感じね。なるほど。はい、ナイス。オッケー。勝っちゃう。普通に勝っちゃうね。普通に勝っちゃうんだよね。さあ行きましょう。しょもう一度見せられたら。またジェシーね。ジェシー流行ってんですか。ジェシー強いんですよ。ジェシーいるよね。根本的に強い。僕はこの中に入んないようにするんで。オッケー。海はその中入っちゃっていい。オッケーです。でその中から相手に向かって攻撃する。反射か。そこに隠れながらね。うんうん。でアンソニーはもうちょい右とかでもいいですか。甘えた。そうそうそう、そこのラインをアンソニーが取りつつ。ありがてえ。えいえい。で梅がたまに出てそこを出て、うんうん、あエメラルドを取る感じ。アンソニーはもう隠れちゃっていい。オッケー、俺取り。あれ。ナイス。オッケー。で、みんなスーパーボール野郎が。リコセ。あんまりね、お顔をしなくても大丈夫。とりあえずここで、あ、梅取って、これ出て。はい、下がろう。で、引くか。梅は出て。ダイナマイク俺、下手くそだな。いや、ダイナマイク下手くそだな、俺。全然何やってるって感じだわ。オッケーオッケー、行くね。もう一回行こうか。サクサクもう一回行きましょう。まあ、このマップ基本的にポコが非常に強くて、はいはい、ポコがあそこの相手陣地側のあの草むらに入って出て取ってみたいなのを繰り返すだけで。なるほどね。これやばい。いや大丈夫。今回ただあれですね、割とそのパワー HP 高い系多いんで、ここに対してどうできるかと。エルプリモ、プリモが今暴れてんな。いやーやばい。入れねえよ。つえ。とりあえずこの自陣来たプリモだけでもやるか。これやってやるか。くそ。プリモがもう暴れてる。エルプリモに関しては、まあでも自陣にいられる分には別にいい。引かれる前にやればいいじゃない。エルプリモまだいる？やばいね、やばいね、やばいね。おお、エルプリモはマジやりたいな。やばいやばい。やばい、戻られたな。くそ。やりたい、そっちやりたい、右、右、そっちやろう、そっちやろう、そっちやれば止まる。いいね、ラッキー。いや、オッケー、あと一回でしょ。
オッケーナイス、やれ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 る、それはオッケー、はい、で梅が取って引く、梅取って引く、梅取って引くよ、下がれ下がれ下がれ、オッケー、ほらみんな回復だ、あ、梅梅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 梅すげえ、すげえ、この逆転がね、やっぱメメハンのおもろいところ。俺 MVP 取っていく。はいはい、3連勝とですね。スルッといきましたね。サクッと、ね、最後の試合俺 MVP もらってもおかしくないだろっていうレベルで相手が確かに殺したんだけど、結構ウルトちゃんと当ててた感じだったんだけど、謎に俺が取った。でダイナマイクはそのやっぱウルトの火力がすごい高くて、うん、で通常攻撃の火力も高いんで、高いね、相手からしたらすごい嫌なキャラクターかなっていう、今みたいなところでそのなんだろう、定点にとどまるマップとかは、うん、そこにダイナマイクがとりあえずボムを投げ入れると、はい、そこに相手が居づらいんで、はい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 、だから最初のところとかあのエメラルド取りづらい、そうそうそう、で相手陣地のところに入れとくだけで、ウメッチあのポコがそこの陣地に入りやすくなるっていうようなことができるので、なるほどね、非常に後ろからね、スロアとしては優秀なキャラとなってます。だから僕これ使ったことないんですけど、はい、見てる感じ、あと使われた感じ、はい、なんかバーリーよりもさらにちょっと先読みが必要なのかなっていう感じ、はい、あーてかバーリーとかよりもブロックの方が近いんじゃないかな、あ近っていうと、はいはいはい、あの投げた先で爆発までにまたちょっとラグがあるじゃん、うん、まあそうね、だからなんかより先読みしていかないといけないから、そこがちょっと難しそうなのかな、なんかだから結局まっすぐ飛んで、うん、バーリーの場合は攻撃範囲で攻撃した後にちょっと残るじゃないですか、そう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 、それがない、だからどっちかっていうと壁をすり抜けて攻撃できるブロックみたいな僕は感じで思ってます。なるほどね、はい、でウルトもやっぱ一発とはいえ、うん、すごい非常に強力なウルトなんでですね、はい、しっかりとね使っていければかなり強力なキャラなのかなと、はい、なるほど、かなり強いって言われてるんで、うんうんうん、はい、でしかも無課金じゃないですか、確かにトロ集まればみんな使えるようになるトロ2000で解放と、はい、キャラクターなんで、うん、ぜひ皆さんもね2000行ってない方は、はい、ダイナマイク目指してトロ上げ頑張ってみてください、はいはい、頑張ります、はい、というわけでご視聴ありがとうございます、ありがとうございます、また次回の動画でお会いしましょう、またねバイバイ。